画面の右から左に攻めていく横浜です。ここは川村からインサイドで合わせていきました。やり合わせでしたね、オリバー選手ね。そうですね、横浜は川村がボールを運んでいきます。須藤もう決めていきました、スリーポイントです。川村、川村には熊谷、非常に激しいマッチアップになっているが、スリーポイントを狙ってくる。いや栗原、横コーナーには2人いましたが、ここでボールを奪い返しました横浜。川村のレイアップ、残りが5分を切ります。川村インサイドジャストン、これが決まった。いやいいプレーです、働きですよ。非常にいいシュートマッチを見せています。川村、川村も外からのシュートー決めていきます。はい、この同じシーンがね、そう見せました。さあ森から川村、前が開く、今日3本目のスリーポイント。素晴らしい、岡田にはすぐ激しいディフェンスだけ、インサイドボールを奪い返しました。いいプレーでしたけど、よく狙いましたね今ね、はい、川村速攻、はい、インサイドオリバー、はい、よく狙ってました。パスを交差しません、森のディフェンス、あ、熊谷、ノーファール、ノーファールでショットクロックバイオレーションです。前田が入ってきている信州、その前田が川村についていきますが、スピードで圧倒する、ツーポイント。やっぱりこの得点止まった時にはやっぱ川村選手ですよね、持ち上げますね。はい、さあもう一度栗原、インサイド読んでいた川村、1対1、自分でレイアップ決めていきました。インサイド読んでいた川村、1対1、自分でレイアップ決めていきました。そしてこう終盤になってくると、こう足踏みといいますか、はいはいはい、ね、そういった、衝撃もどんどんと伝わってきますよね。ボールが繋がりました。さあ川村、川村ここはインサイドのオリバーとの合わせ、ここもオリバー選手の合わせですよ、なんかも、ね、出てきているので、これも外からオーバー、森がボールを運んできました横浜。あと強固なディフェンスのところですけれども、これはバックドア、うまく決まりました。シャープジャクソンピック、インサイドオリバー、いやー、いい合わせです。ボールが入ります。ここでシュートいけるか熊谷、あーっと2ポイント狙ってきましたが、これが決まらない。そして川村レイアップ、